マイクロプロセッサは小型、低価格で大量生産が容易であり、コンピュータの CPU のほか、ビデオカード上の GPU などにも使われている。また用途により入出力などの周辺回路やメモリを内蔵するものもあり、一つの LSI でコンピュータシステムとして動作するものを、特にワンチップマイコンと呼ぶ。 マイクロプロセッサは一つの LSI チップで機能を完結したものが多いが、複数の LSI から構成されるものもある。チップセットもしくはビットスライスを参照。CPU、プロセッサマイクロプロセッサ MPU はほぼ同義語として使われる場合も多い。本来は、プロセッサは処理装置の総称。CPU はシステム上で中心的なプロセッサ マイクロプロセッサおよび MPU、マイクロ、プロセッシングユニットはマイクロチップに実装されたプロセッサである。本校では主に CPU 用のマイクロプロセッサについて述べる。当初のコンピュータにおいて CPU は真空管やトランジスタなどの単独素子を大量に使用して構成されたり集積回路が開発されてからも たくさんの集積回路の組み合わせとして構成されてき、製造技術の発達、設計ルールの微細化が進むにつれて、チップ上に集積できる素子の数が増え、一つの大規模集積回路に CPU 機能を収めることができるようになった。汎用のマイクロプロセッサとして最初のものは1971年にインテルが開発したインテル4004である。このマイクロプロセッサは、 当初電卓用に開発された性能が非常に限られたものであったが生産や利用が大幅に容易となったため大量に使われるようになりその後に性能は著しく向上し価格も低下していったこの過程でパーソナルコンピュータやディスクプロセッサも誕生したムーアの法則に従い集積される素子数は増加し続けている現在ではマイクロプロセッサは 大きなメインフレームから小さな携帯電話や家電まで様々なコンピュータや情報機器に搭載されている。マイクロプロセッサを実現する様々な新しい基本技術は1970年頃に整い、1971年11月15日に発表された4004は、テッドホフによる基本的なアイデアと、シマ・マサト氏による論理設計とフェデリコ・ファジンによる 回路・マスク設計による最初期のマイクロプロセッサとして、高知だが、多複数のプロジェクトで、ほぼ同時期に CDC、トムス線、UPD707.708 などのマイクロプロセッサと認められる LSI が開発されている。1968年に社が F-14 飛行制御用デジタルコンピュータの開発を要請されて CDC を設計する。 これは1970年に設計を完了した MP944 という MOS ベースのチップセットからなるマイクロプロセで従来の機械装置より小型で信頼性が高く初期の F14 トムキャット戦闘機に採用された。米海軍は軍需用品として民間への商用販売などを1997年まで禁止していたため CDC MP944 は最近までほとんど知られていなかった。TI のトムス1000はマイクロコントローラに近い構成の LSI で1971年9月17日に電卓向けプログラムを内蔵したトムス1800に NC をリリースしている。MU PD707.708 は NEC が設計、製造した LSI で 半導体プロセスの製造効率から2チップ、構成だが、機能的にはマイクロプロセッサで、ミューコムシリーズの源流である。1971年12月にサンプル出荷され、シャープが日本コカ・コーラへ供給する、シムキ機器に用いられている。では他にの特許、ピコとゼネラルインストルメントの協業による、チップ4、フェーズシステムズの AL1 チップ。 フェアチャイルドの PPS25 バイオトロンが端末装置用に開発したチップ TI の TMX1795 なども記されている。TI はマイクロプロセッサに関する特許を出願した。ゲイリー・ブーンはシングルチップのマイクロプロセッサに関する特許を1973年9月4日に取得した。 1971年と1976年、インテルと TI は包括的なクロスライセンス契約を締結し、インテルは TI の持つマイクロプロセッサの特許に対してロイヤリティを支払った。この間の経緯はサイリックスとインテル間の訴訟に関する法定文書に記述されている。この訴訟において TI はマイクロプロセッサに関する特許の所有者及び仲裁人として関与した。 マイクロプロセッサのコア、プロセッサコアだけでなく、メモリと入出力処理の回路も集積した、現代でいうマイクロコントローラーの実現に関する特許は TI のゲイリー・ブーンとマイケル・ J ・コクランに与えられた。4004の後継である8008は、世界初の8ビットマイクロプロセッサである。これらのプロセッサは、インテルの8080 80、ザイログの Z80、 他のインテル製派生プロセッサの先駆者である。対抗するモトローラの MC6800 とバス互換都市パイプライン処理の採用など改良を加えたモステクノロジーの6502が Z80 と派を競った。1980年代前半のことである。Z80 も6500にもシステム全体のコストを低減することに注力しており、パッケージを小さくし、 要求されるバスを単純なものにし、それまで外部に別チップで持たなければならなかった回路、たとえ Z80 は d r a m リフレッシュカウンターを内蔵した。これにより1980年初頭にホームコンピュータ市場が新たに生まれ、それなりに使えるマシンが 99US ドルで売られるようになった。モトローラが切り札としてリリースした。 MC6809 は命令セットに直行性があり美しい設計が特徴の事実上最もパワフルな8ビットマイクロプロセッサであり当時製品化されたマイクロプロセッサの中で最も複雑な回路からなっていた他の初期の8ビットマイクロプロセッサとしてがある PDP-8 を機能縮小しワンチップ化したものであるが PDP-8 を知らない層からは一風変わった、パワフルな命令セットと受け止められた。航空宇宙分野での最初のマイクロプロセッサは、RCA の r c a 1 8 0に、別名、CDP1802、RCA c o s m a c は、1970年代の NASA の宇宙探査機ボイジャーとバイキングに使われた。木星探査機ガリレオにも搭載されている。 1989年出発、1995年到着。CDP1800 人が使われた理由は、消費電力が極めて小さいことと、非常に広い電源電圧範囲で動作すること、製造プロセス、シリコンオンサファイアが宇宙船や放電に、他のどんなプロセッサーよりも強いからであった。したがって1800には、最初の放射線耐性マイクロプロセッサーと呼ぶに、 ふさわしい。ここまでに登場したプロセッサのほとんどが、マイクロプログラム方式による制御ではなく、ワイヤードロジック制御である。最初の複数チップで構成された16ビットマイクロプロセッサは1973年に登場した、ナショナルセミコンダクターの IMP-16 である。8ビット版のチップセットは IMP-8 として1974年に登場した。 1975年、ナショナルセミコンダクターは、最初の16ビットマイクロプロセッサーパーチェを開発。後に、MOS 版の INS8900 を開発した。その他の初期のマルチチップ16ビットマイクロプロセッサとしては、PDP-11 を LSI 化した、LSI-11、PDP-11、LSI-11 PD、SI、を参照。 フェアチャイルドセミコンダクターのマイケロフラム9440があり、これらは1975年から1976年に登場した。初期のシングルチップの16ビットマイクロプロセッサには、1975年4月に完成したパナハコム L-16A、MN1610、1976年の TI のトムス九9 9 0 0がある。 どちらもミニコンピュータの影響を受けている。トムス9900は同社のミニコンピュータ TI-990 シリーズと互換性があった。9900はミニコンピュータ TI-990-4 ホームコンピュータ TI-99-4A OEM 用マイコンボード TM-990 シリーズに使われた。チップは大型のセラミック製64ピンディップパッケージで 当時の8ビットマイクロプロセッサインテル8080 80はもっと一般的で小さくて安いプラスチック製40ピンリップパッケージだった。後継のチップトムス9980はインテル8080 80への対抗を意識して設計された TI-990 の16ビット命令セットを持ちプラスチック製40ピンパッケージで データバスは8ビット、アドレス空間は16キロバイトしかなかった。3番目のチップトムス9995は新たに設計し直された。ファミリーはさらに99105、99110と進化していった。インテルは参考とすべきミニコンピュータを持たなかったため、全く別の道をたどる。 8080 80を拡張して16ビットのインテル8086を設計したのである。この X86 ファミリーの最初のメンバー8088はパーソナルコンピュータ、パソコンに広く採用される。インテルは8086を8080 80、要ソフトウェアを最も簡単に移植できる方法として提案し、成功した。8 8 6と8 8 8に続いて、 インテルは8186、8286をリリースし、1985年に32ビットの8386をリリースするに及んで、既存のソフトウェア資産をそのまま使用できる介護完成を武に、PC 市場での占有状態を強固なものにした。マイクロプロセッサ内蔵のメモリ管理機構、M は、チャイルズほか、インテルによって開発された。 16ビット化によってさらに進んだ複雑化により以前のワイヤードロジックからマイクロプログラム方式を採用するプロセッサが増えた Z8000 はワイヤードロジックだが68000や8086はマイクロプログラム制御であるマイクロプロセッサでは一旦はマイクロプログラム方式が増えたがリスク化のためと性能競争のために 3 2ビットカゴはワイヤードロジックに戻っており、インテルでは486でワイヤードロジックを採用した。市場では1 6ビットマイクロプロセッサに対して C 言語が普及した。OS は1 6ビットから3 2ビットへの移行が可能なように C 言語が1 6ビットと3 2ビットの両方に対応するように設計された。 3 2ビットを実装したマイクロプロセッサが1 6ビットマイクロプロセッサと同価格で販売されるようになると1 6ビットマイクロプロセッサの利点は小電力、小空間になった。ARM では3 2ビットでも1 6ビットと同程度の小電力、小空間、費用を目標に市場を拡大していった。世界初のシングルチップの3 2ビットマイクロプロセッサは AT&T ベル研究所のベルマック -32A である。最初のサンプル出荷は1980年で、正式出荷は1982年であった。1984年の AT&T 分割の後、w i 3 2 0 0 0と解消され、w i はウエスタンエレクトリックを意味する。さらに w、w i 3 2 1 0 0 w 三3 2 2 0 0と続いた。これらのマイクロプロセッサは、 AT&T のミニコンピュータ3バイト5や3バイト15、世界初のデスクトップコンピュータ3バイトに、世界初の32ビットラップトップコンピュータコンパニオン、世界初の本程度のサイズの超小型コンピュータアレクサンドルに使われた。アレクサンドルはロムカートリッジを装備しており、その点は現在のゲーム機に似ている。 これらはすべてベール研究所オリジナルのユニックスオペレーティングシステムが動作し最初のウィンドウ型ソフトウェアである XT レイヤーズを装備していた。インテルの最初の32ビットマイクロプロセッサーは1981年に登場した Earpux432 である。Earpux432 は権限に基づくセキュリティ機構とオブジェクト指向という進んだアーキテクチャだったが モトローラの68000などの対抗アーキテクチャ、ひいては自社のインテル8286等に比較して性能が及ばず、商業的には失敗した。モトローラは1985年に m c 6 8千2 0でデータバスもアドレースバスも完全3 2ビット化されたマイクロプロセッサを出荷した。は市場では非常に人気を博し、 多くの小企業が68,020を使ってデスクトップサイズのシステムを製品化した。日本でもソニーのニュース、NEC のユーズ4800、住友電工の e ステーションなどが68,020を使って製品化された。続く MC68,030 はチップにムーを内蔵し、68K ファミリーは MS DOS 以外のあらゆるものが動作するプロセッサとなった。 さらに、MC68040 では、フプーを内蔵して、不動小数点演算性能を向上させた。68050は予定していた、性能目標を達成できず、リリースされなかった。そして、MC68060 が出荷された頃、市場には、より高性能なリスクプロセッサが溢れていた。1990年代初頭、68K ファミリーは、 デスクトップ市場から消えていった。他の多くの企業が68,020やその後継プロセッサを組み込み機器用に使用した。特筆すべきは機器に組み込まれた68,020の個数はこれまでに出荷されたインテルのペンティアム搭載 PC より多いのでる。コールドファイヤーのプロセッサコアは68,020の正当な後継である。 1980年代中盤までに、ナショナルセミコンダクターは、外部16ビットで、内部アーキテクチャが32ビットである、マイクロプロセッサー NS16032、後に32016と、解消と、完全32ビット版の NS32032 を発。また、それを使用した OEM 向け32ビット小型コンピュータシリーズをリリースしている。 シークエントコンピュータは1980年代中頃に NS32032 を使った最初の対象型マルチプロセッサ SMP サーバーコンピュータを開発した。これは設計という面では勝利と言えるものだったが1980年代終盤には消えていった。他にもザイログの Z800 などは興味深いが市場でチャンスをつかむには 登場が遅すぎたため即座に消えていった。インテルが発売した8386は X86 アーキテクチャでの最初の32ビットプロセッサであり、ここで採用された IA-32 アーキテクチャ上では多くの本格的 OS が動作し、後のインテルや互換プロセッサの基礎となった。1980年代終盤、いわゆる マイクロプロセッサ戦争が勃発し、いくつかのマイクロプロセッサが戦死した。前述の唯一の設計上の勝利と称したシーキントは、NS32032 が消えるとともに、インテルのマイクロプロセッサに切り替えた。アルファ、ミップス、スパークなどのリスクプロセッサでは、1990年代初頭から64ビット化が行われており、 特にアルフーは3 2ビットアーテクチャが存在せず、当初から6 4ビットプロセッサとして登場した。PC、PC、AT5 換気とマッキントッシュ向けマイクロプロセッサは21世紀に入ってから6 4ビット化が行われた。2003年4月に AMD のアプタランが同年6月には IBM のパワー PCG5 が出荷開始され、 AMD のアスロン64は2003年9月、インテルザイオンは2004年である。パワーマック G5 が最初の64ビットデスクトップとして登場した後、AMD が2003年9月にアスロン64で X86、IA-32 アーキテクチャを拡張した AMD64 アーキテクチャの64ビットチップを導入し、それに続いて、 インテルが AMD64 互換の IA-32E アーキテクチャの64ビットマイクロプロセッサを登場させるに及んで Windows パソコンにも64ビットデスクトップ時代が到来した AMD64 は32ビットの従来のアプリケーションも使用できると同時に64ビットに対応したオペレーティングシステムやアプリケーションで動作させることにより プロセッサの性能と機能を発揮させることができる。a m d 6 4における64ビット化では、レジスタのサイズとともに、レジスタの数も倍増し性能の向上に貢献している。デスクトップ向けでは64ビット Windows は、ドライバの非互換性から、あまり普及していないので、デスクトップでは Int 64、Intel64、AAMD64 プロセッサは、高速な32ビット、 CPU として使われていることが差は、p o w e r PC の64ビットへの移行は1990年代前半のプロセッサ設計当時から意識されていたため互換性は大きな問題を起こさなかった。既存の整数レジスタはデータバス幅に合わせて拡張されている IA。IA-32 と異なり、すでに32本の汎用レジスタと32本の 不動小数点レジスタを持っていたので、レジスタの本数は増加していない。また IBM メインフレームの Z、アーキテクチャーも64ビットマイクロプロセッサであり、IBM Z10 などがある。1980年代中盤、複数の新たな高性能リスク、リデュースとインストラクションセットコンピューター、マイクロプロセッサが登場した。それらは当初、 特殊な用途のマシンやユニックスワークステーションに使われていが、その後、インテルの CPU を使ったデスクトップ以外のあらゆる分野で使われるようになった。リスクの開発は1970年代の IBM801 に始まった。最初の商用のリスクマイクロプロセッサは MIPS テクノロジーズの32ビットプロセッサである R2000 である1985年。 R1000 はリリースされなかった。続く R3000 はさらに実用的な設計となり R4000 では世界初の64ビットアーキテクチャを採用した。それに対抗すべく IBM の RTPC1986 年や後継のパワー3マイクロシステムズのスパークシステム1985年が生み出され間もなく各主要ベンダーは ディスクアーキテクチャを採用したプセッサをリリースした。AT&T のクリスプ、AMD の29000、インテルの i860 と i960、モトローラの88000、DECα、ヒューレットパッカードの PA リスクなどである。市場原理が働き、いくつかのマイクロプロセッサは、淘汰されたり、主要な市場を変更している。DECα は、 性能面では優秀と言われながらヒューレット・パッカードに買収された後に消滅した。ヒューレット・パッカードの PA リスクはインテルと共同開発のアイテイニアムに移行した。MIPS アーキテクチャは組み込みシステム、シスコシステムズのルータなどに広く使われている。パワー、パワー PC はマッキントッシュにも採用されたが現在はサーバーとスーパーコンピュータの他は 組み込みシステムが中心である。ARM アーキテクチャは当初ホームコンピュータ向けに開発されたが、現在は携帯電話、PDA をはじめとした携帯機器や組み込みシステムで使われる。現在 ARM アーキテクチャはサーバやネットブック市場への進出を目指している。2008年現在、64ビットコンピューティング市場、スーパーコンピュータ、サーバー、ワークステーションなどでは、 以下が有力である。組み込みシステムでは以下が市場の大きな部分を占めている。なお、PC、AT 互換機の世界では、インテル、AMD、ビアはすべて X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサを製造している。現在の X86 マイクロプロセッサは、以前の製品の命令 Z との互換性を保ちながら、内部的には、 リスクの技術を段階的に採用し、また各、リスクマイクロプロセッサは逆に命令セットの追加を重ねたため、現在では、リスクとシスクの技術的な分類は困難である。しかし、リスクという用語は便宜上使われる場合が多い。世界で販売されたマイクロプロセッサのうち最も多い、ものは8ビットの製品である。1997年には20億個以上が、 出荷され、非常に様々な用途に利用されている。また、現在は3 2ビットがそれに次ぐ。1990年代には3 2ビットのマイクロプロセッサの大部分はパソコンに使用されていたが、現在では携帯電話での使用の方が多い。また、コンピュータゲーム機、サーバ、デジタル家電の分野でも大量に利用されている。 技術的にも成熟かつバグが見つかりやすい8ビットのマイクロプロセッサをあえて採用した製品も存在する。マイクロプロセッサはその特性上、小さく軽いが価格が高価なことから航空機での輸送が盛んである。日本においてマイクロプロセッサの取り扱い量が最も多い空港は成田国際空港である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。